アメリカ・フロリダ州を直撃したハリケーン・イアンによる死者は60人以上に上り、経済損失も過去最悪の数兆円規模になるとみられています。ハリケーン・イアンはフロリダ州に壊滅的な爪痕を残し、現在も100万世帯以上が停電したままでライフラインを直撃しています。被害を受けた地域では燃料を補給するため、200メートル以上あるでしょうか、ガソリンスタンドの前に車の長い行列ができています。停電のために給油ができないガソリンスタンドも多く、復旧を待って車内で夜を明かしたり、ガス欠で車を押す人の姿も見られました。州内の死者は60人以上に上り、今後も増える恐れがあるほか、イアンによる経済損失は過去最悪の数兆円規模になると指摘されています。